神奈川県道204号金沢鎌倉線は、神奈川県横浜市金沢区朝日名から、神奈川県鎌倉市、八幡宮前間を通る県道である。通称、金沢街道と呼ばれる。昭和31年に、朝日名切同士に変わる、幹線道路として開通。神奈川県鎌倉市十二所鎌倉方面から、金沢方面を望む八幡宮前交差点。 神奈川県鎌倉市行きの下2丁目に所在。画面左奥が県道204号金沢方面。右手が県道21号滑川交差点方面。手前が県道21号横浜方面。左手は鶴岡八幡宮。横浜横須賀道路朝日なインターチェンジから朝日な峠を越えて鎌倉に向かう主要ルートの一つである。また沿線に 鎌倉霊園があることから、週末やお盆時期等はしばしば渋滞する。朝日奈峠の標高は100メートル程度だが、横浜側にヘアピンカーブが存在する、等、標高の割には、曲線、勾配とも厳しい峠道となっている。ありがとうございます。